眼科医の平松です。今日は目のために食事でやるべき5つのことについてお話ししようと思います。一つ一つお話ししていくことによって、まあ、今までもね掘り下げてはお話ししてたんですけども、普段の食事をよりよくできて目の健康、そして、まあ、例えば緑内障があってもっと悪化させたくないとか、普段目のね病気があって何とか留めたいとか、まあ、そういう方には参考になる内容だと思うんで、まあ、最後まで聞いていただければと思います。じゃあ5つのうち1つ目は水分をちゃんと取りましょう。そしてこまめに取りましょうってことです。他の動画で 500ml のペットボトル一気に飲むとあんまり良くないよというような動画を出したの見たこともあるかもしれません。それは何かっていうと、水分を 500ml の、ね、ペットボトル一気に飲んでしまうと、まあ、急に水分が入る。それによって眼圧という目の圧力が上がってしまうんですね。まあ、よく言うのは、その眼圧というのは正常10から20っていうのが、だいたい3とか、まあ、そのぐらい上がっちゃいますよと。私の場合7ぐらい上がっちゃったわけですよ。正常10から20が7上がるっていうと、血圧で言うと70ぐらい上がるようなイメージですから、なんかまずいの分かりますよね、普通に考えて。っていう風にして、圧が上がると目の神経、まあ、視神経とかにダメージを与える可能性があります。もちろん、一回飲んだからとかね、汗をかいてすごい後とかは特に問題ないです。そうではなくて、普段何気なくそういうふうに飲んでしまう方っていうのもいらっしゃって、それはやっぱり圧の、リスクにさらされます。なんでかっていうと、普段ってことはそれを日々繰り返すわけですよ。年に一回とか、運動めちゃくちゃした後ってなると、まあ、水分足りてなかったりもしますし、ごくたまにだったら、まあそんなに問題ないです。けど、普段からあまり繰り返してしまうと良くない。じゃあ、どのぐらいでどうすればいいのっていうと、200ml、まあ、いわゆるコップ1杯程度であれば、まあ、全然気にせず飲んでくださって結構です。で、できればコップ1杯飲んだ後、また1杯飲むのに1時間ぐらい空けていただけると、より安心して飲めるかなっていうふうに思います。だから、500ml のペットボトル一気に飲まないでって動画見て、水分取らないようにしましたっていう人いるんですけど、違うんですよ。水分はむしろちゃんと取ってほしい。喉が渇く前に水分を細かくむしろ取ってほしいんですが、その頻度を上げていただくことによって、まあ、急激に取らないでっていうだけということをちょっと注意していただければと思います。また、水分は何がいいのっていうと、例えばそこで、まあコーヒーとかね、そういうカフェイン入りのものを細かく取ってしまうと睡眠が悪くなったりするので、カフェイン入りのものは14時までですね。それより前に飲んでいただく。そうしないと睡眠に悪いんで、カフェインなしのものをそこから先は取ってください。で、水で十分ですけれども、それ以外に例えば麦茶とかルイボスティーに関して言うと、カフェインも含まれていなくて、まあ、比較的有効な成分も含まれているものありますので、もうそれもおすすめです。まあ、ルイボスティー毎日飲むとどうなるかっていう動画もあるので、まあ、ぜひぜひとでも見ていただければと思います。で、ちなみにカフェイン入りの飲み物の中では何がおすすめなのって言われると、まあ、緑茶が今のところのおすすめかなっていうふうには思いますので、まあ、緑茶をまあ飲んでいただくっていうのは効果的と思っていただければと思います。っていうのがまず水分になりますね。2個目が繊維質のものもちゃんと取りましょうってことです。まあ、言い方変えると、腸内環境を整えましょうっていう方がいいかもしれないですね。腸内環境というのは目に関係ないじゃんって思うかもしれないけど、目も菌によってバランスをとっています。腸も菌によってバランスをとっています。また、腸というのは炎症を起こしやすいね。長いものなので、そこで炎症を起こしてしまうと、体に炎症が起きたりして、血管とか、血流とか、まあ、いろんな部分にとって良くないわけですよ。そこで、腸内環境を整えるためには、よく、プロバイオティクス、プレバイオティクスとか、まあ、言いますけども、まあ、ビフィズスキンとかね、よく言います。ああいうものも摂取するのも大切ですし、その栄養源となるようなものも摂取していただくのがいいですね。まあ、例えば、ヨーグルトとバナナみたいにして、ヨーグルトに乳酸菌が含まれ、バナナにフラクトオリゴ糖みたいのが含まれて、プレバイオティクス、プロバイオティクスみたいに、まあ、腸内環境を整えるのもいいですよっていう動画もあるので、まあ、ちょっとそっちも見ていただければと思いますが、腸内環境を整えてあげること。で、さらには、お野菜みたいのを取っていただくことで、食物繊維も取っていただくというと。腸内環境が整う上に、食物繊維であると、急激な血糖値の上昇を抑えることがあります。
急激な血糖値の上昇っていうと何っていうと、3番目の GI 値の低めのものにしましょうっていうのも関連してくるんですけど、食事をとると、まあ、それは栄養素となって血液を流れてきます。ただそれが急にバーンと上がって急に下がるっていうのは血管そして体にとって負担となってしまうんですね。そこで緩やかに血糖値っていうのは上がってあげるといいんです。3番目の GI 値の低めっていうのは、例えば白米よりは玄米、普通の食パンよりはライ麦パンみたいに、まあ簡単に言うと消化にはちょっとゆっくりになるようなものを摂取していただくといいですね。なかなか玄米ライ麦パンって食べにくいと思うので、お蕎麦とかっていうのもいいですね。食パンとか白米とかって GI 値って数字が90とか88とかっていうね数字なんですよ。お蕎麦とかだと55とかなので、まあ、ちょっと緩やかになってくれるので、まあ、それはいいですよね。まあ、もちろんさつまいもとかももう一つ、まあ、選択肢になってくるかなって思いますね。まあ、お蕎麦毎日食べるとどうなるかとか、まあ、そういう動画もあるのでちょっとそれも見ていただければと思います。というようにちょっと血糖値を緩やかに上げる食事を取るのもいいんですけど、なかなかね普段の食事の中でまあ、蕎麦ばっか食べてると、まあね、白いお米も食べたいよとか思うじゃないですか。そこで先にお野菜を取っていただきたいわけですよ。そうしてあげると、まあ、よく、ベジファーストとも言いますけど、食物繊維のものを先に食べることで、GI 値が低いものを食べるのと同様に血糖値の上昇を緩やかにしてくれやすいので、まあ、そこは意識してやっていただけるといいかなっていうふうに思いますね。4つ目がタンパク質を積極的に摂取しましょうってことです。特にある程度の年齢の方の場合はタンパク質の摂取が少なくなりがちです。我々の現代の生活っていうのは、例えばパスタとかご飯とか、まあそういう炭水化物メインのものが多いです。スーパーに行ってもコンビニに行っても基本的には炭水化物メインのものがお食事として売られているわけなんですよね。でもタンパク質の方が我々の食欲とかを満たしてくれますし、体を作っていく上でも重要な栄養素になります。よく言うのは体重の 1.5g ぐらい取るといいんじゃないかみたいな説もある。まあ、運動してる人は 2g とかね取った方がいいからね、まあ、1.2g とか 1.5g とかっていう説になりますね。体重のっていうとどういうことかっていうと、60キロの人であると、まあ、1g が60グラムぐらいって感じですね。だから体重あたり1グラムっていうので60グラム。体重あたり 1.5 グラムっていうことは90グラムぐらいのタンパク質を取るってことです。結構取りづらいですよ。90グラムのタンパク質取るってなると、まあ、結構お肉食べたりだとかお魚とかを食べずにお米とか、パンとかで、もちろんそれにもタンパク質含まれてはいるけど、90グラムというのはちょっと、まあ、ほぼほぼ無理と言ってもいいかなっていうレベル感ですね。なのでタンパク質源となるようなお魚、特にお魚がおすすめではあるけども、まあ、お肉でもいいです。お肉の場合で言うと豚、牛よりは鶏の方がおすすめではあるわけですね。まあ、よく赤身肉、白身肉とかっていう言い方をするんですけども、赤身のお肉を食べると体に悪いとか癌になりやすいとかってニュースって見たことある人いませんかね。よく赤身のお肉っていうのはちょっとやっぱ体に良くないっていうふうに言われてはいるんですよ。それって赤身肉っていうのは油がサシが入ってる肉と赤身肉っていうふうに我々の日常生活では言うけど、医学世界で言う赤身肉というのは豚、牛のことを指しています。白身のお肉が鶏ということであって、豚牛よりは鶏の方が一般的におすすめされるっていう風に考えて、まあ、摂取していただけるといいかなと思います。もちろんね、お魚の方が、まあ、より良いという風には考えていただければと思うんですけどね。そして最後に抗酸化物質を取った方がいいですよと、まあ、ルテインとか、まあ、カテキンとかも含めてですね、アスタキサンチンとかエビ、カニ、鮭とかね、まあ、そういうものね、摂取していただけると、体のダメージ、とりわけ目のダメージを防いでくれます。その中でもルテインという栄養素は重要ですっていうのはね、散々ルテインの、おすすめのサプリメントの一種とか、ルテインとはどんなものかみたいな動画もあるので、ちょっとそっちも見ていただければと思いますが、それを参考にしながらルテイン摂取、ぜひぜひしていただけるといいかなっていうふうに思いますね。もちろんね、抗酸化物質他にもね、いろいろありますので、摂取していただけるとダメージを消去しやすいのでいいと思います。
います。これが基本的な気をつけることです。もちろんベースとして食べ過ぎないとか食べなすぎないっていうね、カロリーオーバーとかアンダーはダメですし、タンパク質だけじゃなくて炭水化物脂質のバランスも考えた方がいいけど、そこまで考えるときついので、まあ、せめてタンパク質をちょっと取ろうとか、もう一回ねまとめると、水分をこまめにね、200ミリリットル程度をちょっと意識的にこまめに取っておきましょうっていうのが1個目。2個目は腸内環境を整えるために、まあ、ヨーグルト、バナナみたいな組み合わせも一つですけれども、まあ、食物繊維のものとか積極的に摂取はしてみてください。そして GI 値の低いものね、玄米とかそういうものはおすすめですけれども、まあ、食べにくければ、まあ、1個前の食物繊維っていうのを組み合わせていただければいいかなって思います。そしてタンパク質の摂取を積極的にしていただいて、お魚がおすすめではあるけれども、お肉もいいですよと、まあ豚牛よりは鶏の方がよりおすすめとなりますって感じです。そして最後に抗酸化物質、まあ、ルテインですね、ほうれん草とか、まあそういうのを含めたケールゴーヤとかに含まれていますし、はたまたアスタキサンチンとかね、まあ、いろいろありますので、まあそれも積極的に摂取していただければと思います。他にもいろんなね、栄養に気をつけてほしいことっていうのはあるし、この食材はこういうところがおすすめですっていうのはね、毎週のように動画出しているので、まあぜひぜひちょっとそれも再生リストにもありますので、見ていただければと思います。よろしくお願いします。